今日はですね、スペース X 社のスターシップフライト10、が成功したことについて解説したいと思います。かねてより開発中のスターシップ、これはですね、スペース X 社の現行で打ち上げ、もう本当毎週のように打ち上げているロケット、ファルコン9の後継機になります。完全にコンセプトは変わっておりまして、2段式のロケットになっていて、1段目も2段目も完全に再利用するというコンセプトのロケットになっております。アメリカの月開発計画だったりとか、あとは火星有人探査だったりとか、こういったものに使われる予定になっております。スーパーヘビーはですね、33機もの、ラプター3エンジンを搭載しておりますが、こちらの方も目頭って言われるですね、発射台のところにあるチョップスティックというので、ここに引っ掛けてですね、回収すると。前は着陸足を使ってファルコン9なんかこう着陸してましたけども、着陸足が耐えられないぐらいでかくなっちゃったので、空中でキャッチをすると。2段目のスターシップもそういう形で、キャッチする計画になっております。今回のフライト10、はですね、スターリンクの模擬衛星ですね、スターリンクと同じ形の同じ重さの、まあ、重りみたいなものを打ち上げて、宇宙空間でデプロイする、放出するということですね。8機。大体、今のスターリンク衛星がですね、1機あたり1.25トンぐらいなので、地球低軌道に一応250トン打ち上げられるスペックになってるので、200機持っていけるはずなんですけど、8機しか打ち上げてないというのは、今のスターシップがそれぐらいのスペックしかないということです。つまり、カタログスペックまで出せてないということですね。で、さらに1段目、メキシコ湾に着水、スプラッシュダウンさせるという計画になっておりましたが、これも発射台のところの目頭まで戻るための燃料だけでやっぱ3、4割は余計に燃料積まなきゃいけないんで、それを積んでしまうとおそらくペイロードが、そんな、スターリング模擬衛星8機も打ち上げられないということで、おそらくスペックダウンして、実際にもそこまで戻らずにメキシコ湾に着水をすると。そういう形になってるのではないかなというふうに思います。で、今回、実際にスターシップ2段目はですね、宇宙空間に行って、実際に模擬衛星をデプロイしましたけれども、その後、大気圏再突入して、インド洋にスプラッシュダウンしたと。イーロン・マスクはですね、今後そのスターシップのフライト12から15の間に、この2段目をですね、メカジラにキャッチさせることを目論んでいると。そういう計画であるというふうに言っておりましたが、こちらはやっぱりラプター3のですね、さらなる性能向上が必要となるのではないかなというふうに思っております。またですね、スターシップ2段目のですね、こう耐熱タイルですね、やっぱりセラミックタイルでしか大気圏再突入時の熱に耐えることができないので、これ、まあ 3D プリンターとかも使ってやってるんだと思いますけれども、こちらのメンテナンス性の向上、こういったものが次の課題になってくるのかなというふうに思いましたということで、大成功、おめでとうございます。いってらっしゃい。